ほう。
あなたがお探しのものですよ、四代目。すごい。こちらいらっしゃることは分かっていました。ですが、私あなたの相手をするほど暇じゃありません。代わりのものに対応させます。代わりのもの？お前はどこにいる？俺がどこにいようが関係ねえだろうが。キリュウ、てめえはここで死ぬんだ。ゆっくり見物させてもらうぜ。ですよ、四代目。てめえの相手はそこの染谷だ。聞いたぜ、あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すげえ。安心してソニアに殺されな。
何があった？ソメヤ。何があったって？イカれちまったんですよ。俺は。Thank you.
俺が殺す相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。君には無知をくれてやる必要があってな。お前ら清美ママを。岩見、ソメヤにはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だがソメヤはその条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。キリュウさん、あなたがソメヤに殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでにソメヤにとどめを刺してください。何？そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。一つ。四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ。時間切れだ。待て。ソメヤ。あなた。なんじゃこりゃ。キヨミ、あの子には、ヒロミには、俺。一度も手あげたりなんかしてねえからな。大事にしてきた。本当だ。美しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ、ソメヤさん。何をする気だ。まあ時間切れは時間切れじゃけえの。キヨちゃん、おい、なんならこりゃ。ヒロミを、俺とあいつの娘を頼ます。何を言いよるんじゃ。しっかりせ。まだ助かる。娘を頼まれたと言ってくれ。今ここでだ、ナグモ。わかった。
必ずわしが守りきる。安心せ。つまり染谷はその清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあの清美さんが。許せん。こがなことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって一塊になっているのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに。せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の内容もあるんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。キリュウの兄貴の言う通りじゃ。戻れれ。わしが戻ってくる前にここを出とけ。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなぁど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんぞ。わしゃ。秋山、お前には雄太を頼めるか。例の下水道なら東城会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている。伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴。ん。清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないっすからね。動くときは声かけてくださいよ。一つ聞いていいですか、キリュウさん。なんだ。ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、キリュウさんはあいつをどうする気だったんです。よくよく考えたら不思議だったんです。相手は桐生さんたちを殺そうと動いている。その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたら桐生さんは菅井や岩見常を殺そうとしてたんじゃないかって。違いますか。もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、神室町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げるのはもうやめてくれ。俺は神室町どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見常夫と菅井が神室町にいればもうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこの神室町に刻んできしまったんだ。俺は一度どん底に落ちて神室町に救われた人間です。あんたが帝位を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。
キリュウの兄貴、他の門はもう出て行った。俺に何か話があるんだろう、ナグモ。岩見つねは明日クルスタケルの葬儀の後造船所に行くはずです。確かか。陽明連合会の二代目襲名じゃ言うて広島に招集がかかってる。いいのにサヨリを入れさせたんじゃ。登場会の菅井も来るらしいで。わしは奴らを差し違えてでも殺す。兄貴もそのつもりなんじゃ。はあ、ほいじゃが、わしと兄貴だけで十分じゃ。一家の連中も秋山さんもこれ以上巻き込めん。俺もそのつもりだった。どうやら俺とお前で死ぬときは一緒になりそうだな、兄弟。そいつは今日初めて聞くええニュースじゃ。わしはもういつ出てもええですけ。ほいじゃが兄貴はそうもいかんじゃろ。うん。カムロ町に別れを言う時間はまだあります。わしはセレナの中で待っとりますけ。用が済んだら声かけてつかさい。ほいじゃ。いらっしゃいませ。